はい、みなさんこんにちは、れなです。今日はめちゃくちゃ嬉しいお知らせがあります。私は永住者になりました。おめでとうございます。でしょ、長年の夢が。そうだよ、もうこれから永遠に日本にいられるということです。もう本当につい最近これピックアップしました。これが在留カードというものなんですけど、ここに私の名前が書いてあって、その下に漢字が読めません。そう、それ大丈夫ですか、永住者になって。多分ダメです。本当は日本語のテストした方がいいかもしれないよ。永住権を取るのがめちゃめちゃめちゃ難しくて、私も10年日本に住んでて、それでも10年かかりましたということで、もう本当に難しいです。でも日本語のテストはないです。よかったね。よかった。日本語の漢字の読み書きテストがあったら、ね、落ちてるかもしれない、ね、ここになんて書いてあるの。在留資格ね。あ、それ在留資格が変わりました。前の在留カードに日本人の配偶者って書いてあったんですけど、そっか、これまでは配偶者ビザだったけど、今回晴れて今は永住者、キラキラキラになりましたよ。やっぱり嬉しいもんなの、永住権をもらえると。めっちゃ嬉しい。もうこれは本当にめちゃめちゃ嬉しい。嬉しい理由がいくつかあるんだけど、うん、だってずっと欲しがってたもんね。そう、一番の嬉しい理由は何かわかる？日本に住み続けられて、はい、追放されない。追放されないってどういうこと？帰ってくださいって急に言われないこと。あ、まあね、それはそうだけど、もっとしょうもないことだよ。何ですか？これ更新しなくていいや。なるほど。そっか、うん、もう普通のビザだったら1年とか3年とか5年、そのビザの期間が終わったら、うん、またいろんな書類を申請して、うん、入管に行ってお願いしますと言わなきゃいけないし、うん、で何ヶ月を待ってまたそこに行ってまたお金を払って、はいはい、また新しい在留カードをもらって、そのサイクルが今10年続けましたから。今までさ1年ごと2年ごとぐらい3年ごととかで在留カード更新してたもんね。そうだよ、それがめんどくさいです。レナさ、この永住権取るまでに今10年かかったって言ったじゃん。はい、10年かかりました。10年間日本にもう住んでるってことだよね。イエス。だ、皆さんこの動画をさ、最近見た人とかはレナがどうやって日本に来てる、何してたかとか分かんない人もいるから、何のビザを持ってたかとか、そう、ちょっとこのタイミングで簡単に振り返ろっか。OK、じゃあレナが2015年に日本に来ました。仕事で来たので、うん、その時は、就労ビザでした。そうだね。その就労ビザは3年更新の就労ビザで、東京で IT コンサルの会社で働けたということです。だ、会社で働いてたから会社から就労ビザが出てたって感じだね。そうです。もうビザがないと日本で仕事できませんということです。で、ビザをもらうのが本当に難しいです。なぜかというと、会社がそれを出さなきゃいけない、申請しなきゃいけない、いろいろ、うん、責任とかも持たなきゃいけないから、うん、なかなかそれをやってくれる日本の会社を見つけるのが難しいです。そうだね。だから本当に私はめちゃめちゃラッキーでした。だからレナは恵まれてますね。そうだ、最初3年間会社にビザを出してもらって、うん、その3年が経ったら私たち LT ブログが世界一周しました。それがめちゃめちゃ嬉しかったけど、その間に日本のキラ、日本のキラ、日本のキラその間に日本のビザが切れてしまいました。そうだ、あの時一回レナは日本のビザを捨てて世界一周に行ったんだ。本当はめちゃめちゃもったいない。もうせっかく日本で働けるようなビザがあったのに、それを捨てるのが、うん、なかなかないよ。それを捨ててまでも世界一周に行きたかったと。そう、そういうことです。皆さん、僕らの動画過去振り返ってみると世界一周のコンテンツもあるので、はい、ぜひ見てみてください。はい。で、世界一周終わったら2019年にまた日本に戻って、うん、今回は日本に入った時に普通の観光ビザで日本に戻りましたよ。そうだ、観光ビザ取ってたわ。観光ビザでドイツ人が90日、3ヶ月行ってもいいというルールがあります。その3ヶ月が経ったら、うん、もう1回90日更新できます。あ、じゃあ最大90足す90の180日、1年で
最大で180日行ってもいいよというルールです。それはドイツのパスポートを持ってるから。そう、それなんか国によってちょっとルールが違う、ルール違うもんね。なんか他の国はまあ90日しかないとか、うん、1ヶ月しかないとか、本当になんか厳しい国とすごい緩い国がある。そういう意味で言うとレナはドイツ人だから、ドイツのパスポートって世界でナンバーワンに強いじゃん。まあ日本のパスポートと同じぐらい強いから本当恵まれてるよね。そうそうそう、本当にラッキーだよ。で、その観光ビザで日本にいる間にタカと結婚して、やっと配偶者ビザを取りました。そうですね、2019年9月、10月いつだったっけ2019年だった20年だったタカさん何だっけ、あの指輪に書いてあるので。あ、本当に。じゃあちょっと今裏側見ようか2019年の9月でした。はい、何日それまでは指輪に書いてありませんでした書いてあるよ。あ、9月の1日か2日だった。2日でした。9月2日はい、何でも分かんないよ本当に。で、そのおかげで結婚したおかげで配偶者ビザを取りました。じゃあそのタイミングで観光ビザで日本に入ってたけど、はい、配偶者ビザに切り替えることができたって感じか。そうで、その配偶者ビザを取得するためにもうめちゃめちゃめちゃいろんな書類が必要だったよね。覚えてる？そうだよ、レナ、はい、ドイツ本国からいろいろ取り寄せてたりした。そう、それもそうだったし、あと日本からもタカとかの年金の情報とか、うん、タックスの情報、年収証明書とかも出したり、口座の残高も出した気がする。そういうこと。もう本当にすごい細かく見られますよ。で、配偶者だから、まあ、私は別にどうでもよくて、うん、すごいタカが見られちゃうよ。あ、そういうこと？そう、タカが私の責任を持たなきゃいけないから、俺が責任を持ってレナを養うことができるかどうかを見られてんだ。こいつ OK かなって感じだよよかったね、ちゃんとした旦那さんで。そう、ちゃんとした旦那さんでよかった本当に。で、無事配偶者ビザが一発で取れたと。ただ1年だけもらいました。1年経ったらまた配偶者ビザを更新しなきゃいけない、うん、で、その更新のタイミングでまた同じ書類全部必要になってくるよ。なんで1年なんだろうね。まだ分かんないからかな。そうそうそう、こいつら離婚するかもなとかってこと。そうそうそう、こいつら離婚するかもちょっと心配ですみたいなのが入管の人が思ったと思う。じゃあ人によっては3年もらったり5年もらったりする。いや、でも一発で1年以上もらおう配偶者聞いたことない。じゃあ最初はやっぱり1年間のビザしか出ないんだ。そうそうそう。で、そこから更新を何回かして、で、そこから1回更新して、次にあの3年もらおうと思えばまた1年になっちゃった、うん、また1年間のビザが発行されたと。そうそうそう。では毎年もうビザを更新してたっていう感じなんだね。はい。だ、本当にビザの更新とか取得って難しいんだよね。はい。少なくとも2回入管に行かなきゃいけないし、その前にあの区役所とか税務署とか、法務局とか年金事務所とかいろんなところに行かなきゃいけないから、うん、本当に時間かかりますよ。だから今回は本当に永住権取れたのがめちゃめちゃ嬉しい。これからその更新が必要ないです。だからあんなにはしゃいでたんだ。そうだよ、はがきが来たじゃん最初に。あ、そうそう、はがきが来た瞬間飛び跳ねてたもんね。はい、動画で撮ってもよかったね。そっか、あの話が続くけど私がっかりしましたよ、うん、なんでがっかりしたかというと、あの1年配偶者ビザ、また1年配偶者ビザ、その後にとうとう3年の配偶者ビザもらった。あ、はいはい。で、よく言われるのが、うん、配偶者ビザを3年間のビザがあって、3年間結婚したら、うん、永住権が取れるようになりますよという。でも私はあの非常に怠け者だったので、うん、結婚して5年目結婚して5年目で申請した、うん、で、それが遅すぎたっていう遅いとかあるの？気づいた。なぜかというと、永住権の申請プロセスが基本的に9ヶ月から1年かかるって言われる。そうだ、僕らの動画で一回出してるじゃん、レナが永住権取得頑張りますっていう動画を1年ぐらい前に出したんじゃない？ Yes。 それから今だもんね。そうだよ、その結果が出る前に3年間の配偶者ビザが切れる恐れがあったから、はい、永住権の申請したのに配偶者ビザをもう一回更
更新しなきゃいけなかったのが、あ、じゃあレナの場合は配偶者ビザがもう切れる寸前だったから、永住権の申請と同時に配偶者ビザの延長というか更新も同時にやってたんだ、はい、申請した後に手紙が届いて、その手紙にプラスこれと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 これをちょっと出してくださいっていうのが出たんですよ。なるほど、永住権申請時に大量に資料を準備したけどこれぐらいだよ確かにもう積み重なるとこれぐらいあったよ2日間いろんなところに行った。またあの年金事務所と、何回行くの、あの税年金事務所何回行くのこの1年間って、そう税務所も2つの税務署も行きましたよ。だからそれぐらい資料を集めて提出するのが大変だし本当に提出したと思ったら追加でまた出してくださいって、イエス、まあ、あとドイツからも資料が必要になってたし、でもそれも大事なプロセスなんだろうね、ちゃんと審査して本当に永住権を出していい人かどうかを事務所の人もね、はい、まあ、それはだから安心できるところでもあるよね、まあ、日本人としては。そうだね、はい、1ヶ月前ぐらいになりましたけど、うん、その資料を全部出して、うん、で、配偶者ビザのハガキが届きました。そのハガキに4000円払ってください、パスポートと在留カードを持っててねという手紙が来るんですよ。でそれを入管に持ってて新しい配偶者ビザがもらいました。だからまず配偶者ビザが切れそうだったから、はい、一旦その配偶者ビザを更新しておいて、いやもう本当に4000円払ってね、はい、切れそうだった。もうでその1週間後に永住権の手紙が届きました。だから1週間以内に入管2回行って、1回あの配偶者ビザの更新と1回が永住権をもらうために行きましたので、本当になんかそのプロセスはもうちょっとあの入管が考えてやってほしかったなというレナのがっかりです。もうちょっと永住権のビザが 1,2 週間早く届いてくれれば、レナが配偶者ビザを更新しなくても済んだと。それがちょっとがっかりしてたってことね。1週間、本当に1週間だよ、はい、今はもう本当に喜んでます。まあ、永住権取得できたのでね、はい、永住者になりました。在留カードをもらった時に7年後にこのカードを更新してくださいって言われました。更新あるんだ、永住権も。永住権の更新はいらないけど、このカードのアップデートが必要だから、プロセスがめちゃめちゃシンプルだよ。なるほど書類は何も出さなくていいよ。それこそゴールド免許の人が警察署行って運転免許証を更新するぐらい簡単なプロセスだはずです。だから、まあ、7年に1回新しい在留カードをもらわなきゃいけないだけです。だからここまで来るのに10年かかったけど、10年間日本で働いて頑張って仕事して結果的に永住権が取れたと。ビザを申請するプロになりましたよ。そうだね、もうビザ申請のプロだねそうだよ。だからもし分かんない方とか不安な方がいればでももうこれからはやらなくていいからめっちゃ嬉しい。じゃあこの永住権取得にも、はい、旦那である私、旦那である私名の貢献も大きかったということでよろしいですか。そうだね俺の書類もめちゃくちゃ提出したもんね。俺も会社からいろんな1個だっけ、会社から1個、会社から1個だったでもタカのおかげでもちろんあのおりましたということで、よかったよかった、それを言ってくれるだけで、はいはいはい、視聴者がみんな救われましたね、はい、そうかな、タカちゃんが一番救われました。ただしあのちょっと皆さんあのタカが聞こえないようにちょっと言うんですけど、これからはタカが配偶者ビザを取得する必要がなくなったので捨ててもいいんですよそうだねそうだね、レナの永住権が取れたから何の仕事をしてもいいし、結婚してなくてもいいし、タカ、うん、を殺してもいいしバレなければあのこの動画で僕の出演が少なくなってきたな出なくなってきたなと思ったらすぐ警察に通報してくださいまあでもそれはタカにすごい嬉しいことでしょ。うん、本当はめちゃめちゃ嬉しく思ってるはずだよ。前は、うん、ビザのために結婚したかもしれないという悩みがなかったの？あ、そういうこと？なかった。よかった。なかったけど、よかった。確かにそう考えてみればビザのために結婚してたっ
ていう理由もあるもんね。そうだよ、考えようによっては。そうで、今はタカのビザがいらないから、配偶者っていうステータスがいらないからね。そう、一緒に居続けるのが本当にタカのことが好きだよということだよ。いや、それはあの疑問にも思ったことなかったよかったね、よかった、 よかったね。なぜかというと、私はいつも愛してるよ愛してるよって言い続けてるから。だから、もしこの動画で私たち別れることになりましたっていう動画が近日中に出たら、ルナさんが今まで一緒だった理由は永住権を取得するためまでの道筋だったと。すごいブラックな女性だったということです。ちなみにさ、今までの配偶者ビザと今永住権に変わったじゃん。はい、何が変わるんだろうね。できること、大きく変わることはあるのかな。大きく変わることはない。タカと離婚できることです。離婚しても問題なし、はい、あとは更新がする必要なし。 Yes。 なんか仕事の制限とかはないの？前はなかったよ。あの配偶者はめちゃめちゃいいよ。ビザとしてはめちゃめちゃいいビザで。あ、そうなんだ。あの何の仕事してもいいよ。何も制限もないし、仕事してもしなくてもいいし、コンビニでバイトとかもできたんだ。ああ、コンビニのバイトもできるし、会社で働いてもいいし、だから私みたいに会社を作ってもいいし、うん、何でもいい。じゃあ配偶者ビザもかなり恵まれてるんだね。そうそうそう、配偶者ビザもかなり。他のその就労ビザとかは、うん、何の仕事をしていいかはすごい決まってる。コンビニのバイトとかレジのバイトとかを簡単にやろうと思っても就労ビザの場合はできないけど、そう、永住権だったらできるし。そう、本当に。だから永住権ってすごいんだよね。永住権すごいよ、一番すごいよ。永住権で唯一できないことは、はい、選挙。選挙はできないんだ。できない。投票権はないんだ。そう、それはなんか残念だと思うよ。ここに住んでるから、その国が決まってることとかも私に影響するから、うん、そのなんか年金はどうしようとか、税金はどうしようとか、そういうところは私にも日本人と全く同じく影響するのに、うん、私は何も決めれない。それでいうとレナはね、社長としてね、頑張って仕事して、納税もちゃんとしてるのにね、選挙権はないんだ、永住権だから。はい、だからそこがちょっと残念です。それが選挙権を取ろうと思うと、はい、日本人にならなきゃいけないんだ。そう、国籍を取らなきゃいけない。パスポートを変える、いわゆる帰化ってやつか。そうそうそう、それもプロセスがあの永住権と同じぐらい難しいだと思うけど、うん、私そこまで調べてないけど、なんか他の人から聞くと、うん、そうだね、結構大変ですよ。永住権よりも難しいんじゃない、帰化の方が。でもそれをやると私のドイツの国籍を捨てなきゃいけないから。そうだね、どっちかを選ばなきゃいけない。ドイツ人なので、うん、ドイツ人であることは続けたいから。そうだね、はい、今はドイツ人である日本の永住者が一番いいと思う。そうだね、夫婦でそこはねちゃんと話して、僕は日本のパスポート持ってて、レナがドイツのパスポート持ってた方が今後、まあ、どういう選択をするか分かんないから。そうそうそう、ドイツにも住めるし日本にも住めるし、あとは子供が生まれたら、うん、あの子供の時にドイツ人と日本人の両方のパスポート持てれて、うん、で大人になったらどれになりたいかを決めれる。子供が20歳ぐらいのタイミングで決めるんだよね。18歳とか20歳とか、ね、そうそうそう、だから子供にも選択権があるか ら、 だから今のところ僕らはレナが日本のパスポートを取るっていうところは一番あんまり考えてないね。はい、今のは一番完璧なオプション。まあこれから考え方が変わる可能性はあるけど、今のところ永住権をもらって大はしゃぎしてるという本当に喜んでるもんな。会った人に永住権取れましたよみたいな、あーすごいみたいな、永住権取れましたよあーすごいみたいな、道行く人に歩きながら本当に本当にこれをもらえてめちゃめちゃ嬉しいです。ちなみに永住権が剥奪される、資格がなくなるのってあるの？長年海外に住むこととか、ここでなんか違法なことをすること、あ、それこそタカちゃんを殺す、バレたらね、バレたらねバレなければ問題ないよ、バレなければ問題のプロブラムということで、はい、じゃあ剥奪される可能性はもう極限に近いんだ、ね、あんまり、うん、はい、というわけでこういう動画でした。本当に永住権、この動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次と次と次と永遠に次の動画でも会いましょう。バイバーイ。永遠に日本におります。そうだよ、バイバーイ。